手のみ、くちばし、お目目、問題なし。リンベルが可愛すぎる。今回もね、テイルズ・オブ・アライズやっていきましょう。まずは、絆会話ですね。少しいいか。ねえ、話があるんだけど。いい。いいでしょう。どうしたんだ？改まって。私が持っていた人形の話、あれから考えてみたけど、やっぱり誰かからもらった覚えがないの。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。そうね。でもあの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。もしかしたらよ、万に一つの可能性だけど、あの人形はあなたがレネギスに持ち込んだということはない。おっと、まさか。絶対にないと言い切れる。可能性があるかもしれんよ。あるというより、ないという方が簡単。分かってるわ。でもゼロと断言はできないでしょ。ずっと一人だと思っていた私が、あなたやローやリンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように、起こりえないと思っていたことが起こりうるのも現実だわ。確かに、何もかも300年前に置いてきたのに、今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように、一つの人形が時を超えたっておかしくはないでしょ。このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら、私はあると信じたい。うわぁ、ええー、なぁ、いいなぁ。ありえないと拗ねるよりよっぽど素敵だ。朝食は期待してるわよ。はい。なんだこの会話、エモ。先を急ぐわよ。 OK。 じゃあとペレギオンに戻りますね。依頼もね、達成したということで。はい。やっつけてきたよ。どれどれってどうやって見るんだ。何？死体を持ってきたってこと？新しいレシピ。なんで暴れてんだ。ズーグルなんかじゃなく、クルルを看板にすべき。かわいすぎ。かわいすぎか。で、今なんかレシピもらったよね。大魚のステーキレシピ。オーケー。次、ここに宿があるね。赤い女。今日は屋根の下で休めそうね。ファーストトラベル追加。エメラルドベスト。豆腐。豆腐？あ、豆腐買っとこうかな。備えあればというが、お金の備えが。お金めっちゃ減る。で、裏で見たら新しい武器も作れるようになってるし、大変や。次、第2層。
やっつけたよ、強かったよ。めっちゃ下。大好きって言われてる。子供は素直でいいね。ゴロゴロお姉ちゃん。ガオガオでしょ。あ、ワンワンか。おい。リーベル。エージーアップ。いや、めっちゃ増えてる気がするな。ディバインズスイーバー。オーバーリミッツになりやすくなるな。いや、そう考えたらめっちゃ増えたな。じゃあサブクエも達成したんでメイン進めていきましょう。どうしろと。食料泥棒を探す。このだだっ広い城の中を探すのかよ。ぼやかないの。こういうの得意なんでしょ。そりゃそうだけどな。終わりがない話じゃないのだし、片付けてしまいましょう。正常に動いてます。そんだけか。このマップマジで広いからさ。どこにおるんかな。だわ。おい、おるぞ。よろしい。おい、なんだと。従わない奴隷にはシアルのみ。もうおらんのにな。なんだこいつら、俺たちのことが分かってないのか。ああ、まるで町のダラ人たちだと思ってるみたいだ。なんであれ、あのボルランのせいで油断するな。真空応援戦気を入れないよ。巻き込めろ。巻き込め。赤瀬様へ繋がわせ絡めとる。ルパンなら落ちるわ。マグナル、この酔いは当てるぞ。王家爆撃ジャック。よし。お、初めて。よし。いいね。素晴らしい。我が声を聞け。どうだ。なんと。おお、よかった。おお、すご。さて。
信じられないくらいびっくりした。序列に従ったのは私にだ。とにかくこれで解決だといいんだな。あ、またサブが追加されてんだけど。あ、よし、このおっさんは話を聞いてみよう。あら、お久しぶりございます。もう分かってるよ、超絶っていうか、よう乗ってきたの。禁断のレシピ、禁断とだ、食いついてきたぜ。白きふわふわしたもの、刺激をもたらす粉、豚ともウサギともつかぬもの、そして白きふわふわしたものじゃ。なんで似たれるのか。いいわね。マジでシオン好き。なんとかしよう。え？え？おお。これウサギ肉がいるんじゃないか。ライスと、うん、白きふわふわしたもの、白きふわふわした言葉通りのものか、はたまた隠された意味はあるのか。白きふわふわしたもの、この辺りで食べられそうなものを探してみよう。まあ一回豚ともウサギとも掴むものを二つ入手。ライブラリーで見た方がいいな。活動記録サブ。マンティス、これ。ああ、多分ウサギのやつなんじゃないですかね。多分、ちょっと待って。風に乗ってひとっ飛び。だったらよかった。牧場管理。あ、鳥か。ウサギはまだっぽいな。なのに。まあ、いっか。いや、多分これブーサギでしょ。こいつの肉でしょ。まあ、いや、まだ育ってないっぽいんで、メイン進めるか。さあ、目的地に着いたわよ。はい。あの兵士たちにはおとなしくしているよう強く言っておいた。しばらくは大丈夫だろう。レナ人はそういうものだと聞いてはいたが、スルドの権威というのは大したものなんだな。ほどほどにボルランの呪縛が解け、かつほどほどに自我が戻っていなかったからできたことだ。この一月、我々が町を留守にすることもあったのを思えば、運が良かったと言ってよかろう。ですが、それなら彼らが自我を取り戻しても、ダナ人のように解決とはいかないのでしょうね。ああ、自分で奴隷を虐げるレナに戻るだけだろう。メナンシアとは違う。
むしろそこからが本当の問題か。それを言えばダナ人同士だってそうだが。そうだな、今回だって結局は戦いありきだった。しかもあなたにスルドの立場を使わせることになりました。ああしなければさらに血が流れていた。気にするな。いいやつ。それでそのレナ兵はどうなるのですか。質問を、うん、装甲服を外して閉じ込めてある。これ以上あなたたちに何もできない。死なない、彼らは死なないのですか。何。彼らは私たちを騙した、悪いことをした。あ、その前にも私たちを苦しめた。自家取り戻ってきたね。何年もずっといっぱい死んだ。親も子も兄弟も友も皆死んだ。殺された、溶かされた奴らレナに。なぜ私たちが死んで彼らが生きている。レナは死ぬべきだ、残らず殺すべきだ。まずいな。それはグラ、俺もかつてあんたと同じレナを憎む奴隷だった。レナを倒そうと剣を取り、ここまで来る間にいろんな人たちと出会い、いろんなものを見てきた。運命に抗おうと戦う奴がいた。大事な肉親を失った奴、それでも理想を追い求める奴がいた。憎しみに駆られながら踏みとどまった奴と、それができず死んでいった人たちもいた。じゃあ人を喜んで傷つけるような奴がいた。俺はそいつらを敵として戦ってきた。だがある時気がつくと、俺の敵はレナじゃなくなっていたんだ。ならばあなたは何と戦っているのか。誰かのものを力ずくで奪おうとする奴とだ。それがレナでないなら何だというのか。一人の誰かだ。レナでもダナでもない。いいこと悪いこと、何かするのは全部誰かなんだ。確かにお前の言う通りだアルフェン。私たちはつい個人の罪を全体に、全体の罪を個人に負わせてしまう。その結果憎しみで憎しみを超え太らせてしまうんだ。私はあなたたちが憎しみ合わずに済む社会を作る手助けをしたい。だがそのために血を流しては憎しみを深めることにしかならないと思う。分かった。あなたたちは私たちに考え、物言う力を取り戻してくれたのだから。我々を信じるというのかね。レナ人を信じるのではない、あなたたちだから信じるのだ。素晴らしい。分かった、必ずその信頼に応えよう。どうしたの、キサラ、何か問題？いや、少し考えていたんだ、この国の人たちのこと。どうやって自分で考えられるように戻すかって話は。目下の課題はそれだが、より深刻なのはその後なのではないかという気がしてな。自分たちが受けた仕打ちを自覚したとき、彼らは何を望むと思う。報復か。ガナス・ハロスは極端な形かもしれないが、多かれ少なかれどの国にも存在する問題だ。レネギス抜きでもレナの残党だってまだあちこちに潜んでるしな。そんな、せっかくスルドを倒してもそれが原因でまた争いが起きるなんてあんまりだよ。そうだ、放っておけばまたどこかで血が流れる。そんなことはもう
ごめんだ。レナの支配にはまだ謎がある。それがどんなものだろうと終わらせなきゃならない。だが一つはっきりした。どう終わらせるにしても、それはただダナの恨みを晴らすためのものであってはいけないんだ。そうは言ったってどうすればいいんだ。恨みのもとはなかったことにはできないんだぜ。痛みを受けた者に忘れろとは言えない。簡単に答えが出せる話ではないな。でもそれでもやらなきゃ。ずっといつまでも傷つけ合うなんて、そんなのダメだよ。ああ鋭ぶりが300年の支配、それに続くダナとレナの憎しみ、何もかも俺たちで背負うことは難しいかもしれない。だが少しでも流れる血が減るよう一つ一つ対処していこう。はい、仲間を守る盾。とにかく一仕事終わったな。いや、問題を抱えている住民がまだいるかもしれない。もう少し付き合ってくれ。自分で考えるっていうのは大変だな。いいことばかり考えるとは限らない。それでも人形でいるよりはいいはずだ。私ができる限り彼らの助けになりたい。どこに行くんだ。いちいちあなたの許可が必要なの。別にそんなことはないわ。束縛男は嫌われるぞ。そんな言い方しなくたっていいだろう。あなたこそどうしてそんな悠長に構えていられるの。この瞬間も敵は活動しているわ。なのに私たちはここで足止めされたままなのよ。それは皆わかっているけど、どうしようもないじゃないか。一体どうしたんだ。このところ変だぞ。そうね、バカなことを言った。何か気に障ることをしたなら謝る。でも本当にわからないんだ、だから教えてくれないか。謝ることはないわ。あなたのせいじゃない。いいえ、誰のせいでもない。本当よ。だったらごめんなさい、聞かないで。むずがゆい。何も言えない。ごめんなさい。むずむずん。わかった。だが無理はするなよ。ごめんなさい、申し訳ありません。ああもう、そんな、よし、息子の死を伝える。誰かがやるしかない。ない役目。母親を探しましょう。見つけました。すまない。先ほど知りました。よし、息子は死にました。自分の子供を弔うのは、そういう風にしか考えられないようにされてしまった人たち。考えられない。あの人が悪いんじゃない。分かってるけど。弔うのに町の外に行ったみたいだぜ。ズーグルだっているのに心配だな。はい、俺たちも追いかけよう。了解。ここがいいかな。
ここまでは無事につけたな。はい、では弔います。火をなんと軽い。ダメだこりゃ。ん、人の心はないんか。うん、家族を殺されたんよな。そうね、はあ、何も言えないな。うん、申し訳ない。ごめんなさい。よかったよかった。置いてけぼりだけどね、お母さん。リウェル、そう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 、これでいい感じになったんじゃないですか。うん、ダナのやり方で、うん、あなたの言葉で心を揺さぶられた、うん、共に旅をすることにした私の選択は間違っていなかったな。リンウェル、フルル、また悩んでるのか。そういうわけじゃないんだけど、ただ、やっぱり悩んでるのかも。私ってさ、一族で隠れて暮らしてたから最初からレナに支配されていたわけじゃないんだよね。でもアウメドラに父さんも母さんも殺されて、それでレナを憎むようになって、生まれた時から奴隷だった人たちはそれが当たり前になってて怒ることすらしないって話あったでしょ。ああ、どこでも抵抗活動なんかやってるやつの方がむしろ変わり者って感じだったよな。その人たちと私、どっちがマシだったのかな。憎しみに捕まったらろくなことにならねえけど、家族を殺されて怒ったり悲しんだりしないのも違うだろう。つまり、その、ああ、悪い。なんかうまく言えねえや。怒ったり悲しんだりするのは、憎むのとは別。そっか。なんか少し分かったかも。ありがとう、ロー。ロー。おう、おう。
お前たちはくっつけはよ。はよくっつけお前たち。宿場で休むと。やっぱり私たちだけでできることには限界がある、うん、この国にはもっと助けがいるわ。そうだな、早く他の国の援助を募る必要がある。そのためにもここを出る道を見つけないとな。分かった、早速明日から始めよう。そのためにも今日はしっかり休んでおくんだ。自由と言われてもどうしたらいいか。ここで待てと言われたので待ってます。なるほどね。まあとりあえず休みましょう。何？あ、茨が何の音だ。ハルフェ大変だ、空が。空、何、何事。やばくね？今のシャレにならんって。え？なんじゃ？なんじゃありゃ。起きているというのか。レナとレネギスが、それにあのレネギスの姿、一体何が起きているの。あんなことができる奴らを相手にしてるのかよ俺たち。どうやら沈黙は終わったようだ。あの降りてきた物体、うん、まるでダナに打ち込まれたくさびだな。くさ、俺たちの犯行への。だが上から出ている光は何だ。精霊力。精霊力、あれがか。だがあんな、ものすごい勢いだよ。今までレナのスルドたちが集めていたのなんて比較にならないくらい。ダナの精霊力を根こそぎ奪うつもりか。だがなぜだ、うん、精霊力集めはスルドブリガを競うためだったはずだ。あの勢いじゃ放っておいたらダナが虚水だらけになっちゃう。破滅だよ。まずいよ。破滅、これもあの赤い女の仕業なのか。だとしても不思議はないな。たまたま王と巫女、そして5つのマスターコアが揃った場に第6のコアを携えて現れ、君たちに強制してレナス・アルマを作り出した。あの女一体何者か。ただ者ではない。どういう意味だ。どうとは。あんたのそばにもいたじゃないか、うん、何かしら知ってることはあるんじゃないのか。そう、私があの女と面識があると言いたいのか。私もアウテリーナ宮であなたのそばにいるのを何度か見かけました、うん、コノエの間では何者なのかと。そういえばビエゾの近くにもいた気がする。
各スルドにいたよね。覚えてないか隣に。シオン。シオン。あ、ごめんなさい。私もペレギオンで初めて見た気がする。どうなってるんだ。二人してあんな目立つやつを覚えてないなんて。てっきりスルドのお目付け役か何かだとばかり思ってたんだな。本当に覚えがないのですか。ない。これでも記憶力はいいつもりだ。その点はいろんないけど。気になるな。今はあのくさびが先だ。そんなこと言ったってどうするんだ。俺たちガナスファロスから出ることすらできないんだぞ。北の山脈の向こうはシスロディアだ。ですがこの一月、山を越えられそうな道は見つかっていません。解放した人々からも手がかりは得られませんでした。だがどこかにあるはずだ。300年間タリオと隔離されていたはずはない。ボルラーンが閉ざして隠したのかもしれん。だったらダメ元でももう一度町の人にも話を聞いてみようよ、うん、何か見落としがあるかもしれないし。わかった、探してみよう。今から船を作るよりはいい。うわぁ、あれがレナの本当の力なんですね。何かあるだろうとは思っていたが、ここまでとはな。これからどうなっちゃうんだろう。確かめるんだ。できることをしよう。今頃ダナ中で大騒ぎだろうな。そうだな。どの国も解放されてやっと落ち着きかけてたところだろうに。ずっとだんまり決め込んどいて見計らったみたいに仕掛けてきやがった。ペレギオンの人たちはあまり驚いてなかったね。まだ感情が戻りきってないせいだ。そうでなかったら今頃大変だったはずだ。ああ、町を離れるどころじゃなかったろうな。だがレネギスの狙いが何だろうと、くさびだけで終わる保証はない。今でさえ精霊力が奪われているのだしな。手遅れになる前に急ごう。なあ、くさびが降ってくるとき一緒に変な光が見えなかったか。うん、色の違う光の4つ、うん、バラバラに散っていったな。私も見た。何だったんだろうあれ。待て、いっぺんに色々起こりすぎだ。すべきことから一つずつ片付けていこう。オッケー。山の方で崩れるような音。確か うわ、またサブが増えてる。ラフトゥ湿原の奥にそびえる山脈のこと。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。行ってみよう。オッケー。とりあえず、あーここね、そういうことか。こっから行くんだ。サブクエ消化しよう。サブクエ消化したら今日は終わろうかな。こたびも刺激的な旅であった。お、ブーサギ肉、これで合ってるでしょ多分。そう、これね、6種類増えましたね。めっちゃにぎわってんじゃないかな牧場。竹馬の友。
バトルスコアが上か。見てくれよ、こんなに動物が増えたぜ。まさかローに飼育の才能があるとはな、うん、やっぱ波長が合うんだね。照れるぜロー。もう少し言われたことの意味を考えた方がいいぞ。今度はキサラにしようかな。よし、じゃあちょっと私に行きましょう。ここやな。ティスビーム。さあ、目的地に着いたわよ。あれ、ごめん、違うわ。困っている人がいるみたい、まあ、とりあえず困ってる人を紹介していこう。うそ。おや？かがり。なるほど。落ち着きたまえ。うん、任せたまえ。彼の面影一応設定しとくわ。下手な期待を持たせない方が良かったのでは。死亡で種の壁を越えた者に感動を覚えてない。私が期待したかったのだ。なるほど、気持ちはわかります。はい、こっちや。うん、えらいこと、でっかい鳥が竜巻を起こしとる。まったく。任せて。そうね。わかりました。いや、違う違う違う、とりあえず報告に行きたいんや。ここか。待ってよ、ティスビム。あ、ペレギオンか。いや、もうなんかテク仮面が懐かしく感じるわ。ほら、持ってきたぞ。結構キサラ高えんだな、すごい。あ、いいの。シオンが食べないように持ってくれた。待って、これは超絶、お、変わってる、難しくなってる。あ、絶ビビ大国ピースフルワールド、うん、とんでもねえな、おいしい。よかったね。そんな、まずい、これはまずいぞ。許してくれシオン。ちょっとすまない。なんとすごいな。あ、
あの料理の味がまずいとかじゃなくて、美味しすぎてまずい。なあ、塩も食べ過ぎには気をつける。そういう問題。多分次レネギスでしょ。麻婆カレーのレシピゲッチュ。アルフェン、シオンが麻婆カレーをひたすらパンに詰めてるよ。これなら毎日でも食べられるわ。シオン、やっぱり病みつきになってるじゃないか。いいな、おもろいな。んで、いや、グダイのこと。おう、なんしよ、あら、おう、ええ、着火し一つ過信しとく。しかしボルランの所在追跡って何だ。自分とこのスルドの居場所がわからないんだ。各地で遭遇したことから考えて、国を離れ単独行動を続けていたのだ。やつは自分の部下すらもてあそんでいたのかもな。なるほど。俺メナンシアファーストトラベルできるかな。いやー、できないか。できなそうですね。じゃあこれ後回しになりそう。じゃあとりあえず、タルカ湖には行きたいが、あれ、これもなんか新しいの出てんな。ああ、やっと着いた。悩みがありそうな人を見かけました。旅は道連れ、世は情け。反乱のやつがおるねやが。おぉ、べっぴん藩の姉さんや。蜂、女王蜂。うん、ギャッ、私の居場所、クエストスタート。よし、なんでこんなことに。シオンは絶品なんだから、それくらいいいだろう。ちょっと、キサラ、ねえ、キサラ。ああ、拗ねちゃった。なんでこんなことに。よし、じゃあちょっと続けようかなと思ったんですけど、一旦ここで切ろうかなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。